外国の人にね、結構そこそこ人気なんですね。これ美味しいんですね。ジャムがついて、手作りジャムがついて40ペソだから、まあ8。今ですね、久しぶりにパンを買いに来てます。昔はよくこのお店でブログ書いたりしていたんですけど、もうこの騒ぎになってから外出規制とかでね、全然来れてないお店です。よし、今バイクを止めて、さあさあ買いに行きます。ちょうどここ隣がよくご紹介するうどん屋さん、天ぷら屋さん、さくらさんですね、の並びにある、ちょうどこの辺はね、学校があったりするんで、本来であれば平日なんかはそのお昼休みの子供がね、こういうとこで学校の給食っていうのがないんで、お弁当を持ってきてない子はこういう、まあ、ちょっとね裕福な子が多いですけど、こういうとこでご飯を買ったりね、外食して外のレストランに食べるなんていう子もいますけど、そういうね通りなんで、もうちょっとね学校が再開すれば、儲かるんじゃないかなと思います。名前はねローリンピンというお店です。映ってるかな。ローリンピンって何ぞやっていうんでね、私知らなかったんですけど、あのうどんとかこう伸ばすやつ、あの麺とかをこうなんていうんですか、くる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 っとこう棒みたいなんで、あれみたいですね。あれのことローリンピン。知りませんでした。じゃあちょっと入ってきたいと思います。よし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 、はい、名前を書いて、電話番号を書いて、消毒してですね。今日はね、家族のパンを買いに来てます。こんな感じのお店、以前頼んだり、してる動画は出してるんですけど、外国の人にね、結構そこそこ人気なんですね。こういうクロワッサンとかね、1個40ペソだから、まあ、90円ぐらいですね。はい、Good morning. Someone's there. Kitchen's upstairs. Oh, kitchen's upstairs. Oh, really? Three French toast, please. French toast. 一枚ね、これフライパンで後で温め直すんですけど、これ美味しいんですね。ジャムがついて、手作りジャムがついて40ペソだから、まあ90円ですね。一枚。今日はね、私撮影で食べちゃったんで家族分を買って帰ります。あとはまあピザとか好きそうですよね、子供はね。アーモンドクロワッサン、こういう甘いのもね、女性陣は好きそうなんで1個買ってくかな。あとはこういうクロワッサン、チョコクロワッサンとか、チョコクロワッサンが45ペソ、まあ、約100円、普通のクロワッサンはまあ約90円とか、そんな感じですね。その他あの食パンとかもね、結構大きい、この大きいサイズで100ペソ、まあ、220円ぐらい。あとね、このオリーブブレッドって日本人の方に教えてもらったこれですね。これはね、50円ぐらい、50、まあ、60円ぐらいか、60円で、結構あの量もあって美味しいパンです。あとね、ベーグルなんかも下にあって、
ベーグルこれ1個20ペソなんで40円ちょっと。これいいですよね。 Yes, one pizza please. And one, I changed my mind. One chocolate croissant please. Two. こんだけチョコレートクロワッサンを2つ、あとこのピザを1つ買います。これはね、アーモンドはちょっとチョコクロワッサンに変えました。そうすると、あ、なんだこれは、砂糖か、なんだろうな、砂糖にしちゃう。Yes please. What's this? Restaurant. Flour?ノーシュガー。Thank you. あとなんだこれ。シリディップ115ペソ、高いな。500円ぐらいする。なんか謎の。こうなんか、あ、唐辛子か、辛いソースみたいなの売ってますね。Anything else? Ah, that's it. So, two chocolate croissants, one pizza bagel, and three French toasts. Okay. 225 ペソ、まあ、約500円ですかね。店内はね、こんな感じなんですけど、Thank you. あんまりあれですよね、お客さんは少なくなりました。昔ここでさっきも言いましたけど、いろいろ OK、 サラマー、 Thank you. 買いました、無事。さてさて、さっきもねちょっとお話ししましたけど、昔はねここでブログ書いたり、 YouTube やる前ですね、今でもブログ書いてますけども、ほとんど家で作業することが多くなりました。こういうちょっと締め切ったねところでやると、まだね、その病気になっちゃわないかと気になるということもありますので、まあ気にするも良くないでしょうけどね、私の場合はもうかかっちゃうと本当に生活がね、海外に住んでるっていうのもありますので、特に気をつけなきゃいけないので、あまり室内にずっといるっていうのは避けるようにしてます。で、おかげさまでこの間別動画でも紹介しましたけど、ワクチン接種をできました。で、具体的に言うとファイザーのワクチンをですね、打ちまして、これがどうだ、その前の夜にいきなり携帯のメールがその市役所みたいなところから来たんですね。町役場っていうんですか、来れますよ、来れますよじゃない、すいません、打てますよと。だから明日の朝8時に来てくださいねみたいな、そんな連絡が来まして、まあ普通の会社員だったらね、なかなか厳しいのかなとも思ったりしたんですけど、まあ最終的にはファイザーのワクチンを打てまして、で2回目は11月の上旬に、この時間に来てくださいというアポも取れて、とりあえず一安心というところです。ただまあね、あまり今の副反応っていうんですか、特に打った後熱が出たりっていうのは、私の場合それほどひどいのはなかったんですけど、まあですよね、打ったからって言ってあんまり気をつけるのをやめるっていうことはね、まあ、先ほどの話じゃないですけど、そういうことじゃなくて、引き続きあまり密室とかね、
あと人混みの中とかっていうのは極力避けたいなというふうに思っています。だからまあ気をつけながら動画の撮影の方は何か面白いものがあれば撮っていきたいと思いますので、まあ、こういったことを見てみたいとかね、知りたいとかっていうことありましたらコメント欄でいろいろ教えていただけると嬉しいです。また今セミリタイヤとかサイドファイヤーとかの話はですね、別チャンネルアキラ海外じゃない、アキラファイヤーセミリタイヤ準備チャンネルっていう長いやつを別チャンネルでやっていますので、この動画の最後の方に右上にリンクというか飛べるところが出てきますので、興味のある方はそちらの方見ていただければと思います。先日ダイムさんっていうのかな、ダイムさんっていう雑誌、有名な雑誌があると思いますが、それにですねインタビューしていただいて、今月号12月号のダイムさんの雑誌に私の話が少し載っておりますので、まあ、そこを見てねこのチャンネルを見ていただいている方もいらっしゃるかと思いますので、そういうセミリタイヤとかファイヤーとかこのチャンネルではねあんまりそういうの興味ない方が多いと思うので特に話はしていませんが、そちらサイドファイヤー、セミリタイヤ関係興味のある方は別チャンネル、アキラ海外じゃないアキラファイヤーセミリタイヤ準備チャンネル、そちらの方に、ですね、ご覧いただければと、情報収集していただければと思います。じゃあすいません、長くなりましたが今日はこれで失礼したいと思います。ありがとうございました。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し家族とセミリタイヤ生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価コメントをぜひお願いします。また私が40代でセミリタイヤ生活をするために行った準備や具体的な行動、そして必要だったお金をどのように貯めたのか、興味のある方は概要欄にブログのリンクがありますのでこちらをぜひご覧ください。また具体的な質問がある方は概要欄にあるメールアドレスか Twitter の DM までお願いします。ありがとうございました。